67番街駅は、クイーンズ区、レゴパークとフォレストヒルズの境、67番街と、クイーンズブールバードの交差点に位置する、ニューヨーク市地下鉄、IND クイーンズブールバード線の駅である。E 系統が、深夜帯のみ、M 系統が平日、R 系統が、深夜帯以外に停車している。クイーンズブールバード線は、市営のインディペンデントサブウェイシステムで最初に、 建設された路線の一つで、マンハッタンの IND8 番街線とクイーンズ区、ジャマイカのジャマイカ -179 町名駅を結んでいる。クイーンズブールバード線は、公共事業局から2500万ドルの融資と債務保証を受けて建設されたが、その中で67番街にも駅が設けられる計画になっていた。百三十六年十二月十一日に、 IND クイーンズブールバード線は八駅五点六キロメートルに渡って延伸されて、終端駅がジャクソンハイズ、ルーズベルトアベニュー駅からユニオンターンパイク駅に移り、六十七番街駅はその途中駅として開業した。二千十五年から二千十九年にかけてのまた、投資計画により、この駅はニューヨーク市地下鉄のその他三十駅とともに大規模な改修工事が行われ、 最大6ヶ月間休止され、改修では携帯電話サービスや Wi-Fi、充電場所の設置、案内標識や、照明の更新などが行われる予定であった。しかし、2018年実施の計画変更によって、これらの改修に使用される資金の割り当ては2020年から2024年に、かけての投資計画まで延期されている。当駅は、相対式ホームににの駅停車駅で、 中央の急行線は E 系統と F 系統が通過する。ホームの壁には薄い青色のラインがあり、上下の端は黒色となっている。駅名標は 67th avenue と黒字に白文字の三席二体で書かれた小型のものと、根字に白文字で 67th avenue と書かれた大型のものの2種がある。ホーム全長にわたって紺色の柱が設置され、 日本に一本はニューヨーク市地下鉄標準の駅名表がある。メザニンはホーム上全庁に渡ってあり、西端の67番街、クイーンズブールバード交差点東側に接続する改札は終日開いており、駅員も配置されているが、東端の67番ドライブ、クイーンズブールバード交差点東側に接続する改札は無人で、 フルハイトターンスタイルのみ設置されている。ありがとうございます。